チンアナゴは、ウナギモクアナゴ科に属する海水魚の一種。インド洋、西太平洋の熱帯域に分布し、日本では高知県から琉球列島にかけて分布する。全長35センチメートル程度。体は、開白色で多数の暗色点を持ち、普通エラーナ周辺、区間部及び肛門周辺に大きな黒色斑がある。上唇。 胸びれの形状は、同族のゼブラアナゴと同様。ゼブラアナゴの上唇の左右の有利縁は、前方でつながり、胸びれはない。流れの強い珊瑚障害縁部の砂底に生息する。頭部を外に出して、潮の流れに乗ってくる、動物プランクトンを捕食している。プランクトン飼育の難しい小規模環境では、冷凍、イサザアミを与える。餌を目で見て確認し、 体を伸ばして一つずつ、丁寧に捕食する。体の下部は常時砂に入っており、敵が近づくと全身を穴に引っ込めて隠れる。新たな場所の砂に入る場合は、尾から体をくねらせるようにして、穴を作りながら入っていく。和名は、顔つきが、日本犬のチンに似ていることからこの名がついた。英名は、スポッテッドガーデン・イールで、スポッテッドは、反転のあるという意味で、 ガーデンイールは砂底から頭を出す生態が、庭の草木が生えることに似ていることから、名がついた。また、中国語名は、孔子イアスキチウナギである。姿や生態が、特徴的で愛らしいため、鑑賞用として、同族のニシキアナゴなどと共に、水族館で飼育されることも多い。ABCDE 岡村、ニ岡1997年、86ページ、岡村、 に岡か、1997年、87ページ、ABCDE、沖縄チュラ海水族館チンアナゴ。2014年7月2日時点のオリジナルより、アーカイブ。2014年7月22日閲覧。知っているだけで100倍可愛い,い。チンアナゴの豆知識。墨田水族館。2020年4月12日閲覧。ありがとうございます。